バトル終了ね。クレハとマスター、お疲れ様なのです。二人の連携がすごかったのです。ありがとう。別に大したことじゃないわよ。いや、タイミングがまさにあうんの呼吸だったぜ。あれは相当息が合ってないとできない代物だ。そんな褒めすぎだってば。二人は確か現実世界でも昔馴染みなんだったよな。やっぱり長い間連れ添った仲間同士だからできるのかな。連れ添ってはいないから。確かに付き合いは古いけど、そんなのって関係あるのかしら。あると思うぜ。例えば俺がさっきの連携をしようとしても難しいと思う。キリトの反応速度でも？ああ、アスナやシノンたちとやろうと思ってもかなり厳しいだろうな。正直私にはピンとこないわね。クレハはマスターと仲がいいと言われて面白くないのですか？そういう意味じゃないわよ。でも、ああそういえば思い出した。あんたさっきのドロップアイテム確認した？それは超レア装備なのです。プレイヤーの間でも全然手に入らないと話題騒然のやつなのです。おお、やったじゃないか。もう二人でラストアタック決めたのに、どうしてあんただけそんなのドロップしてんのよ。マスターが手に入れたレア装備ですが、いろいろなところで話題のようなのです。先日もマスターはMMO トゥデイでラッキープレイヤーとして取材をされてしまったのです。へえ、そうなのね。私別にいらないから羨ましくはないけどね。そうだったのですか？てっきりクレハも欲しがっているのかと思ってました。え？なんで？この前マスターが手に入れたばかりの時、クレハはずっとアイテムを見ていたので。そうだったかしら。ああ、みんなここにいたのか。キリトさん、クレハが欲しがってた例のレア装備、もうあの付近にはないみたいだ。リソースの関係かもしれないな。え？あれからクレハはすごく頑張ってドロップ狙ってただろ。だからアスナたちにも頼んで情報集めもしてみたんだけどさ、悪い、なかなかいい話は聞けてないんだ。クレハ？もうキリトさん、なんでそれを言っちゃうの？え？なんか俺まずいこと言ったか？ごめんな。そういうことだったのか。いえ、よく考えればキリトさんはちっとも悪くないです。むしろ気にかけてもらったのにごめんなさい。いや、俺たちが勝手にやったことだし別に構わないさ。うるさいわね。あんたが自力で手に入れたんだから私もそうしてみせるわよ。クレハは水臭いのです。マスターが手伝うと言っているのですから、一緒にやればいいのです。そういう問題じゃないの。私が自分でやらなきゃ。あんただけには手伝ってもらうわけにはいかないの。クレハ。はあ、なんか勢い余ってあんな風に言っちゃったけど、感じ悪かったかも。悪かったよね。すっごく良くなかったよね。クレハ、こんなところにいたのですね。レイちゃん、さっきはごめんね。なんか空気悪くしちゃって。いえ、マスターは気にしてませんでしたよ。クレハは昔から向上心が高いからって言ってました。なんかそう言われると
それはそれで負けた気がするわね。それにマスターはクレハはとても優しいとも言ってました。え、何の話？昔マスターが喧嘩した時の話です。それは、ああ懐かしいわね。小学生の時だっけ。あいつクラスのいじめっ子たちと派手に喧嘩したことがあったの。きっといじめられてた子をかばおうとしたんだと思う。でも喧嘩したことを先生に叱られた時もあいつ何も言い訳しなかった。罰として動物小屋の掃除をさせられても。そしてその掃除をクレハも手伝ったのですよね。マスターに何も聞かずに一緒に。そんなことはもう忘れたわ。そうなのですか。でもさっき懐かしいと言ったのはクレハなのです。掃除のことは忘れたって言ったの。でも仕方ないわね。あいつにも手伝わせてあげなくもないわ。私は、優しいから。はい、ではすぐにマスターに伝えてくるのです。ちょっとレイちゃん、すぐじゃなくてもいいわよ。別に後からでも。いいえ、すぐがいいのです。きっとマスターは仲直りができたことを喜ぶはずなのです。そうかな。ならしょうがないわね。はい、なのです。